1975年撮影の富士吉田市、中心部周辺の空中写真。1975年撮影の3枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。富士吉田市は、山梨県東南部の郡内地方にある市、郡内地方の中心都市である。国際会議観光都市に指定されている。 富士上吉田町、下吉田町、病見町の三町が合併する際、新市の名称をどうするかについて議論がされ、なされた。結果、三町合同議会協議会にて、吉田という古い名称に富士を冠することで、富士吉田という名称とすることとなり、現在に至る。富士山の北側、富士五湖の中東部に位置する。東部を桂川が南から北に流れ、 中部の裾野、盆地を宮川などの支流がやはり南から北に流れる。普段の流量は少ないが、大雨が降ると土砂を含んで一気に流れ下り、過去にはしばしば洪水を起こしたほか、富士山の雪解け時期に水分を含んだ大量の雪が雪城として、ふもとの町を襲ったこともあった。市街地は富士山の裾野に南北に長く伸びる。標高が低い北側が下吉田。 標高が高い南側が上吉田である。古い吉田の町の中心は下吉田にあったが、富士港の流星と共に、富士山への登山口に近い上吉田に移動、後鉄道が敷かれると再び下吉田方面に町の重心が移動した。近年は、上吉田の国道139号沿いに焦点が増えたため、重心がさらに南に移動している。これは、モータリゼーションと絡んで、 死も、吉田の商店街の衰退に拍車をかけ、シャッター商店街化したところも少なくない。最近では、町がミュージアム。と題して、下、吉田の商店街の空き店舗を活用した芸術作品等の展示会を行う取り組みも見られる。市街の南西端には、富士川口湖町にまたがって、富士急行の運営するレジャー施設、富士急ハイランドがある。市の南側は、 富士裾野と呼ばれ、この付近には陸上自衛隊の訓練施設である北富士、演習場がある。農業に不向きな土地柄であることから、古くは雑穀栽培の他富士裾野傾斜地に流れる流水を利用した水がかり麦と呼ばれる独特の麦作を行い、宝刀をはじめ粉食料理が日常食であった。第二次世界大戦線には米も増産され、 食生活は転換している。晴れの日の食事として振る舞われるうどんは現在でも市内の結婚披露宴等で振る舞われるほか観光食としても位置づけられており吉田のうどんと呼ばれている。市内には吉田のうどんの店が60軒以上存在する。山地河川市街地が標高700メートルから900メートルに位置する高原都市のため気候は非常に寒冷であり、 冬には最低気温がマイナス15度前後になることもあるなど、北海道並みである。住宅なども寒冷地仕様で建てられている。下記は冷涼で過ごしやすい。町名富士吉田市では一部の区域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で河川がある。町名はその全部、それ以外はその一部である。 地域を含む富士北陸は富士火山活動の影響を受ける地域であり火山灰や溶岩流などの堆積物に厚く覆われ高古遺跡は未解明の部分が多い縄文時代の遺跡は地域では大耳の古屋敷遺跡新倉の池の元遺跡をはじめ火山活動の静音期であった富士国土層に多い寒冷な気候に加え濃厚に不向きな火山性土壌であることから 弥生時代から古墳時代にかけての遺跡は少ない。古代には再び火山活動が活発になるが、この時期には定住していた集落遺跡が出現する。古代の律令成果では、貝の国鶴郡に属する。中世には、鎌倉新仏教の影響も受けて、富士信仰が交流し、身ノを拠点に活動した日蓮や自習の二世保川正則が地域を誘化し、 神吉田には、自習寺院の再念寺が創建された。古代感動の開寺は、中世には、鎌倉街道と呼称され、宗教者が往来した。戦国時代には、富士北陸の年代記である、勝山記に、吉田の様子が記されている。開始後、戦国大名の武田氏や、軍内領の国衆である小山田氏が支配を及ぼし、開、駿河間の国境であるため武田氏、 小山田氏と駿河国の今川氏の係争地にもなった。戦国期に集落は上吉田と下吉田に分離する。吉田は東西を川に隠され堀などの防御施設を持つ自治的集落で吉田や次郎が築かれた。上吉田には富士山系の門前集落としてごが集中し、山道の両側には計画的な短冊型地割りのご市長が形成された。 天正十年三月には、武田氏、小山田氏が滅亡し、同年六月の本能寺の変による信長の王氏を、契機とする、天正神後の乱を経て、会話、徳川家康が確保する。軍内地方には、徳川氏の家臣である鳥居氏が配置され、谷村が支配拠点となった。豊臣政権下での家康の関東天保後は、豊臣家大名である加藤氏や浅野氏などが漁師。 地域でも豊臣系大名時代の発給文書が残されている。徳川家が天下を掌握した江戸時代初期の官営10年には、秋元氏が谷村藩主となり、3代70年余りにわたって支配する。秋元氏時代にも谷村が支配拠点となり、鶴軍において治水などの不審事業や、軍内式の奨励などを行っており、地域でも秋元氏時代の資料が見られる。 宝永元年には、秋元氏が転保され、軍内領は谷村大官所支配下となる。享保九年には、甲府藩も、廃藩となり海一国は、幕府直轄領化され、軍内は幕末に至るまで、谷村大官支配となる。近世には、現在の小吉田にあった上吉田が、西方に移転し、新たな町割りが行われて、上吉田と下吉田は一体化する。 江戸時代に流行した富士信仰の他鎌倉王冠や富士道の途上にあたる物流の拠点として街道沿いの計画都市が形成される。地域には水利に乏しい溶岩台地が広がっていたが、秋元市時代には川口湖の水を地域に導いた新田開発を目的とした新倉掘り抜きが着工し、曲折を経てに現時2年に完成する。近世には水がかり麦など、 農業生産力を向上させる工夫が行われる一方で住民は副業として大工職を行い、軍内式は農閑機の主要産業として発展した。また、富士北陸は薬草の産地としても知られており、地域にも薬園が設置されて山の利用されている。文化面では村々で若者仲間など共同体組織を基盤に、 同祖神災例などの年中行事が行われ、古川、江戸や京都から文人が往来する文化的拠点となった。近世後期には全国的に商品流通経済の展開とともに農村交配や基金の発生、身分制度の同様が起こる。農業生産力が低く織物産業に依存する群内地方においてもしばしば基金が発生し、天保の大基金においては、 地域でも多くの合社や没落する百姓を出し、無宿の増加や幕との横行を招く。谷村大官所では、取締りや村役人との間に、軍中総代を置くなど、対応策を講じるが、天保7年には、鶴軍に発し、海一国の大規模な打ち壊しとなった、天保騒動となって暴発する。地域の村では参加者が出ておらず、鎮圧後には谷村大官として、 江川英龍が旧兵改革を行い、地域でも英龍の改革を好意的に受け止めている。幕末には五子の中で老子組や新朝組に参加して、幕府側に加わる勇士がいる一方で、明治元年には、上吉田の五子団勇士29名が、倒幕運動に加わり、官軍として公認され総流隊を結成する。母親戦争では、東西大総督、 アリス川の宮やたる人と新能の護衛に参加し、同年5月の上野戦争でも戦っている。近代には村の合併により、高地が整理され農業が発達するが、一方で水不足や水利圏の争いも発生した。また、基礎改正により、富士裾野の入会地が勧誘地に編入されると、地元の林産物採取が制限され、勧誘地化戻し運動が発生する。 明治期には、江戸時代以来の軍内式が発展し、洋画沙地や福浦寺の生産を行った。1875年には、毎月1.5日が一日に定められ、藤道沿いに市が開かれ、東京や横浜、大阪方面とも取引を行った。また、明治期には、神仏分離により富士信仰も神道に改変され、上吉田のご市長では、神仏分離の影響も受けた。 明治20年代には交通機関が整備され、1889年には東海道本線の御殿場駅が開設され、さらに1902年には中央線の大月駅が開設し、大月駅から富士北録に至る馬車鉄道が開通した。日中戦争から太平洋戦争に至る戦時下には織物、観光業が統制され、大戦末期には武蔵航空株式会社が 工場疎開し、1945年7月30日には、吉田風襲による被害を受ける。戦後は1951年3月20日に山頂合併により、市政に移行し、富士吉田氏が誕生する。初代市長は、堀内登る。市政移行すると、富士吉田氏は、軍内東方の中核都市と位置付けらされ、観光庁や企業の出先機関が進出する。 戦後には、織物業が一時的に復活するが、やがて高度経済成長期に、織物の慢性不況により衰退する。一方で1964年の富士山、有料道路の開通や1967年の新三坂トンネル、1969年の中央自動車道富士吉田線の開通により、県内国中地方や首都圏他地域と接続され、 観光都市に変貌する一方で、工場や大学の誘致も行われた。一方で1913年に、富士北麓の旧入会地に設置された陸軍演習場は、戦後に在日アメリカ軍演習所として拡大され、1973年にアメリカから国に返還されると防衛庁所管の陸上自衛隊北富士演習場となり、 山の権益をめぐる北富士演習場問題が戦後、山梨県政の課題となった。富士山山町部に静岡県寸東郡小山町及び富士宮市との間に境界未確定箇所がある。小山町と御殿場市の境界も未確定のため同市と隣接する可能性もある。市長一時衰退した地場産業の織物業も近年は、 ファクトリーブランドの立ち上げなどにより復調しつつある。富士信仰の聖地として、江戸時代から栄え、近代も観光業が盛んである。放送局電話番号子育て支援の一環として、私立小中学校の給食を2019年10月から無料化した。高速道路国道県道道の駅富士山は、市のシンボルであり、富士山関連の観光が、 地域経済に大きな比重を占めていることから市役所に富士山下を置いて旅行客誘致や登山者の安全確保を図っている。ありがとうございます。